ボリューションっていうか毎日でした。ピリピリ偏頭痛、あたしったら競争社会不適合者でも挙動は適合者のふりして暴言吐いて、うん、へこんだこれって放送事故。 Hey you、 会いたくなってしまったな。今夜も自己嫌悪からの脱却、頑張れ私負けのない。好きなっちゃって言っちゃったって全然可愛くない。勝手にへこんだって泣いてみたって全然可愛くない。君だって同じダメ寄りの人種です。そんな優しくして私に気があるのか。
今日のおはよう少しドキドキするな。